緑の惑星デュエングスト。原始的な原生植物や生物が多く、危険な惑星です。お力になれるかはわかりませんが、ウレイハのクラウドウェポンの効果を発揮しました。タイムボムを持っているものです。サンキュー。頼りになるわ。Thank you.
の道具知っている。連邦と広告の冷戦終結に伴いリーバは必要のない存在になった。だから始末しようとしているんでしょう。ノーチェ、それは少し違う。ノーチェ、聞いて。これで借りはチャラだからね。都市衛星ナバに不明識別コードを確認。ダークマターと思われます。ナーチェ、リーンの髪飾りからグラビティスフィアのディメンションコードを見つけたよ。これならダークマターに傷を負わせることができる。リーンはこれを渡すためあえて罠であることを告げずにノーチェを自分の元へ導いたのね。共有ディメンションにアップロードしておいたよ。ありがとう、アセロン。リーン、we'll be right back.
対戦攻撃用放出力レーザー、私が抑え込む。その隙に先に進め。この眼鏡は私に全ての話を逃してくれた。本当の黒幕はザガという組織。ザガ、私たちの記憶にその名前は存在しない。私たちの記憶、私たちの、私以外のディーバの記憶は5年ごとにリフレッシュされ、同じ記憶の中で永遠にさまよっている。何を言っているの。リンとの記憶だって私にはある。残念だったわね。あなたたちに振り回され命を落としていたディーバたちの恨みを思い知るがいいわ。随分と哲学的な文句ね。残念だけどあなたのザレ言に付き合う暇はないのよ。ザガ、ディーバ殲滅作戦の黒幕のこと。何を言っているの。私たちが作られた存在とでも言うの。私たちは孤児保護機関に育てられて、養成学校でリーンと出会って、私たちの、いや私以外のディーバの記憶は5年ごとにリフレッシュされる。同じ記憶の中を永遠にさまよっている。冷戦終結は嘘。ディーバ殲滅作戦は政府の指示ではなかったというの。広告にとってどんな意味が。おかしいとは思わないの。
メイフェアはいくつから仕えていたの？ 今と同じです。 あなたたちは永遠に年を取らないのです。 あなたたちプライベートオペレーターは全て知っていたの？ いえ、 私はあくまであなたのPO、 あなたの記憶を共有していましたから。 メイフェアとアセドナにつないで。 ナンチェ、 無事だった？ アセドナ、あなたのおかげでダークマターを倒せた。さすがノッチ、きっとやると思ってたよ。本当にありがとう。メイフェア、怪我はない？ああ、問題ない。協力と情報の提供はありがとう。ローガンとは連絡取れたの？今回の作戦でローガン卿はザガと政府に狙われることになり、
遠くの星へ落ち延びた。私を置いていったのは、私だけならザガからも見つからないと思ったからだ。あなたは一緒に行かないの？お前たちに協力することが老眼鏡の利になると判断した。ありがとうメイフィア。連邦は無政府状態だから、しばらく混乱が続くでしょうね。これからどうする？ザガを探す？それはまたにしよう。今日は少し疲れた。賛成。もうくたくた。そうね。少し休もうか。We'll be right back.